皆さんこんにちは。12月7日、Google は最新の生成 AI モデル、Gemini を発表しました。Gemini は有料版の ChatGPT Plus で利用できる GPT-4 を超えるモデルだと噂されており、最も期待の高い AI モデルとして認知されていました。今回、Google により全貌が明らかになり、その性能の高さに AI 界でも大きな話題となっています。今回の動画では、第1章、Gemini の詳細、第2章、Gemini を無料で試す方法の2章構成で、現時点で判明している Google Gemini の全貌を、非エンジニアの方にも分かりやすいように解説します。それではよろしくお願いします。この章では、12月7日に Google から発表された生成 AI 新モデル、Gemini について、1、Gemini の概要、2、Gemini の種類、3、Gemini のパフォーマンスの3点で、Gemini を使うことで何ができるようになったのかについて解説します。1の、Gemini の概要ですが、Gemini は、Google が2023年5月に開催した開発者向けイベント Google I/O 2023の中で開発中とだけ発表されていましたが、その詳細が公に公開されたのは今回が初です。 Gemini は文字、画像、音声、動画などの複数のコンテンツを同時に扱うことのできるマルチモーダルに対応した AI モデルで、いわゆる大規模言語モデルや LLM と呼ばれるタイプの AI です。Gemini は最初からマルチモーダル化を前提に開発されていて、Google によれば、既存のマルチモーダルモデルよりもはるかに優れており、すべてのツールの中で最高水準だとしています。2の、Gemini の種類ですが、Google のニュースリリースでは、Gemini はこれまでで最も柔軟な AI モデルであり、大規模データセンターのクラウド上でも、Android のスマホ上でも効率的に実行することができるとしています。今回公開されたのは、Gemini 1.0 というバージョンで、Gemini 1.0 では、Gemini Ultra、Gemini Pro、Gemini Nano という、大中小の3つのモデルが用意されています。Gemini Ultra は、Gemini の中で一番大きな高性能モデルで、科学研究やデータ分析のような非常に複雑なタスクに対応できるとしています。Gemini Pro は幅広いタスクに対応する中規模モデルで、Google の AI チャットボット、Bard などに搭載される予定であり、Gemini Nano は Gemini の中で最も軽量なモデルで、Google Pixel スマートフォンなどのモバイルデバイスで動作するように設計されているとのことです。チャット GPT に例えると、有料のチャット GPT プラスで利用できる GPT-4 が Gemini Ultra、 無料のチャット GPT で利用できる GPT-3.5 が Gemini Pro といった感じです。なお Gemini Pro は Bard の英語版に搭載済みで、 Gemini Nano は Google の Android スマートフォン Pixel 8 Pro に搭載され、 Pixel 8 Pro では英語版のレコーダーアプリの要約強化やキーボードアプリ、Gboard のスマートリプライで展開されています。Bard、Pixel 8 Pro に搭載された Gemini について、日本語対応は未定のようですが、今後、対応言語や使える地域を拡大していくとのことです。一番大きなモデルである Gemini Ultra は、まだ、さらなる改良中で、2024年に開発者や企業向けに公開する計画だとしており、2024年には Gemini Ultra で動作する高性能モデルと機能にアクセスできる最先端の AI 体験を提供する Bard Advanced もリリース予定だとしており、おそらくこの Bard Advanced が ChatGPT Plus のような扱いになるのであろうと予測できます。ちなみに Google は今後数ヶ月間をかけ、 Gemini を Google 検索、広告、Chrome、Duet AI などの Google の主要な製品やサービスで利用できるようにするとしています。開発者や企業向けには、12月13日より、
Google AI Studio や Vertex AI の Gemini API を介して Gemini Pro にアクセスできるようになります。 Vertex AI は Google Cloud が提供する機械学習プラットフォーム。 Google AI Studio はAPI キーを使用してアプリのプロトタイプを迅速に作成し起動するのに役立つ無料のウェブベースの開発者ツールです。3の Gemini のパフォーマンスですが、 Google は Gemini の一番大きなモデル Gemini Ultra のベンチマーク結果を公開していて、それによれば32の業界ベンチマークのうち30で競合の OpenAI の最新モデルGPT-4 を性能で上回ったとしています。また、Gemini Ultra は、数学、物理学、歴史、法律、医学、倫理など、57の科目を組み合わせて知識と問題解決能力をテストする MMLU では、90% のスコアで、人間の専門家を上回るパフォーマンスを示した初のモデルになったとしています。さらに、Google は同社の YouTube チャンネルで Gemini を利用することで何ができるようになったのかを分かりやすく説明したデモンストレーション動画を公開していて、それによると人が紙にペンでアヒルを描く様子を Gemini がリアルタイムで音声で説明し、人がアヒルを青く塗るとこのアヒルは青色をしていますが、普通のアヒルにはあまり見られない色ですといった感じでツッコミを入れている様子や、人がアコースティックギターの絵を描いた場合にジェミニがアコースティックギターだと認識してアコースティックギターの音を鳴らし、人がアコースティックギターの絵にアンプの絵を追加すればエレキギターだと判断してエレキギターの音を鳴らす様子、人が2つに分かれた道の絵の上にクマとアヒルの描かれた絵を置いた後、アヒルの人形を置いてどちらに行くべきですか?と質問すると、ジェミニがアヒルの方を指示してくれるなど、画像や人間の声をしっかり認識していることがわかります。その他、ジェミニは Python、Java、C++、Go など、世界で最も広く利用されているプログラミング言語の理解、説明、そして高品質なコードを生成できるなど、かなり高性能であることが見受けられます。次の第2章ではジェミニの中規模モデルジェミニプロを AI チャットボットのバードで無料で試す方法を解説します。第1章で解説した Google ジェミニの中規模モデルジェミニプロは、この動画を作っているタイミングでは Google の AI チャットボットバードの英語版で利用できます。バードの英語版はパソコンとモバイルの Chrome ブラウザなどで利用できますが、 Windows パソコンで Chrome ブラウザを使うのを前提に解説すると、バード日本語版の右上にある Google のアカウントアイコンを押した後に出てくるポップアップ画面で、 Google アカウントを管理ボタンを押すと Google アカウントの設定画面に遷移するので、設定画面左側にある個人情報の部分を押して出てきた画面の下の方にあるウェブ向けの全般設定の言語の部分を押して出てきたページの優先言語の部分を英語に変更すれば、次にバードにアクセスした際にジェミニプロが反映されたバードの英語版を利用できるようになります。英語版は日本語で質問しても日本語で答えてくれるので日本語版と同じように使えます。少し使ってみたところ、日本語の日常会話的な受け答えに関しては特に問題はなく、日本の歴史などの質問にも特にハルシネーションなく答えてくれます。ネット接続機能を実装しているので、最新情報に関しては特定の地域の天気などは正確に答えてくれますが、間違った答えを出力することもありました。また数学の性能は簡単な問題は解けますが、文章問題は間違えることもあります。全体的に回答は高速で、画像付きで回答の参考にしたサイトのリンクなども表示されることもあって、視覚的に分かりやすいです。近いうちに日本語版もジェミニに正式対応すると思われるので使うのが楽しみです。なお
この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。